ひなり可愛いよ。ひなりの伝説任務やったけど正直泣いた。うん、マジ泣いた。伝説任務の中で一番良かったかもしれん。詳しくは話さんけどね。ティナリの伝説任務やるまでは原神引退しないでほしいな。よかったわ、あれ。泣くとはね、思わんかった、まさか。今んとこね、ライデン将軍の伝説任務第2章が一番私、ストーリー難かった気がする。種の、なんちゃらかんちゃらが、みんなのコメントの、まとめを読まないと意味がわからなかった。ライデンが一番ね、時間軸ずれてるから、あれ、一番ストーリー難かったと思う。アヤットは、こんな、奉行間の権力の均衡を取る難しさよね、あれ。ティナリの伝説任務はね、マジで今まで見てきた伝説任務の中では一番良かったから、ま、ぜひやりましょう。一番ティナリ、私二番目に好きな伝説任務誰だろう？アルタルかな？でもなんかニーロとかセナとかまだやってないから、やらなきゃな。セナ良かった。ライデンの伝説任務、ストーリーちょっとむずくなかった。いや、良かったけどな、タルタルのお兄ちゃんっぷりが良かったよ。一番はティナリだな。うん。ライデン伝説任務ね。でも私もあんま分かんなかったんだ。あ、新たきも良かったな。確かに。ネタバレになるからあんま話さんけど、新たきも良かった。